い、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレブアプリ2019やっていきたいなと思います。まずはウィレアプリあるあるからいきましょう。今日はこちら、サッカーボーイさん言いにくいランキング32位ということで、僕ねちょっと滑舌には定評あるんで、これは言えちゃうかもしれないですね。ジャン・ジャジュン、はい、ありがとうございます。ということで先週のロックイズいきましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、まあ見たらすぐわかると思います。なのでノーヒントでいきたいと思います。まあ皆さんね、多分先週のロックイズもだいぶ慣れてきて、こんな問題だとちょっと朝飯前だと思うんですけど、はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画なんですけど、今日はですね、はい、コイン VSGP どっちがいい選手出るのかやっていきたいなと思います。はい、まあ毎週恒例の企画にねしていきたいなと思うんですけど、僕シンプルにねこういうバカ企画好きなので、まあまた比較変なことやってるよっていうね、温かい親御さん目線で見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ルール説明簡単にしておくとですね、コインと GP それぞれで5回ずつガチャを引きます。で、5回引くということは15人選手が出てくる形になるんですけど、その15人の選手のコストの合計をですね集計して、どちらが勝つのかというのをですねやってる企画になります。で、2019からこれスタートして3回目になるんですけど、今のところコインが2連勝を飾ってるので、今回コインが3連勝するのか、それとも GP が意地を見せるのか、そんなところに注目していただきながら見ていこうかなと思っております。で、今までの2回はですね GP から先引いてたんですけど、今回はちょっと趣向を変えてですね、コイン引いて次に GP、 そんな形でやっていこうかなと思います。さあ、リセットまずはしていきましょうか。リセットしないとね検証にならないので、まあそもそも検証にはならないんですけど、さあ行ってみたいと思います。コインからですね行きましょう。1回目、 OK、 さあ入っていく。いやー、いいっすね。はい、コイン、僕の今回のコインでの目的は黒2枚抜き、それを目指してやっていきたいなと思います。さあ行きましょう、レッツゴー。さあ1回目に入っていく。さあどう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 、銀からのスタート、銀からのスタートちょっと厳しいですが、センターフォワード、エミリアノ・サラ選手、ミトロビッチ選手、おお、吉田麻也選手来ましたね。なんとさらっとサラが出ましたということで、ありがとうございます。まあ上々のスタートというところですかね。さあ2回目いきましょう。いやー、どうだろうな、コイン3連勝してほしい気持ちも正直あるんですよね。2回目いきましょう、レッツゴー。さあ来い、雷は鳴らないからの来たね、黒確定演出。いや、イングランドリーグで黒確定演出はでかいよ。さあ誰が出てくる、予想は、予想はスターリング、スターリング予想とさせていただきます。さあ誰が来る、来い、おー、アリソン、横向いてるランキング85位、ありがとうございます。そしてリカルド・ペレイラ選手、ロベルト・ペレイラ、すごいねこれ。え、ペレイラ2人はすごすぎない、これある意味奇跡ですね、すごいすごい。そしてアリソンということで、なるほどね。はい、リカルド・ペレイラ、ロベルト・ペレイラ、そしてアリソン。アリソンね、最近ね結構アリソンって強いですかって聞かれる機会結構ツイッターで増えてるんですけど、アリソン普通に優秀ですよ。で、能力が割と高いんですよね。キャッチングだけ低めなんですけど、その他しっかりレベル上げていけば90中盤から後半まで行くので、普通に強いかなと思います。はい、ありがとうございます。アリソン全然ね、ガチスカで起用もアリソンだと思いますので、はい、考えてみてください。さあ3回目行きましょう。 OK、 行くぞ。さあ入っていく、3回目。いや、黒2連続出しちゃう、出しちゃっていいっすか。まあ新年早々、まあまあまあ2回目ということでいきましょう、レッツゴー。さあ来い、黒黒黒黒黒黒、嘘、ずれてずれてずれて、あー、ずれない。さあ金玉からセンターミッドフィルダー、ジャック・ウィルシャーさん、ありがとうございます。そしてね、クルトズマということで、クルトズマが来るとすると次は誰でしょう。はい、スティービンスということでね、全く関係はないですね、ありがとうございます。ウィルシャー選手か、2018まではアーセナルでしたけど、今回からイーストロンドン搭載になってましたね。ウィルシャーはまあバランスがたって感じでちょっと混乱してきてね、スキルとか能力はまあまあいいんですけど、混乱の低さで使いにくいというのはライブアップ次第では強まるかもしれないですね。うん、ここまでなんか上々の立ち上がりという感じですね。さあ4回目いきましょう。さあサクッと引いてるけど結構緊張してますからね、レッツゴー。さあ来い、来るか、黒玉、とりあえず金でも OK。OK。左の金玉打ち抜いていくから出てくるのは、金玉2枚抜こう。あの2枚は抜けなくて、ママドゥサコということで。ママドゥサコが出たよ。ありがとうございます。そして、ジャギエルカ選手、カラム・ウィルソン選手ということで。なるほど。はい、ということで、今4回終わりまして、216ですね。216ということは、多分、ヤングスターには勝てるかな。ヤングスターには勝てて、前回のプレイヤートゥーボッチには多分勝てないかな。さあ、ということで行きましょう。さあ、5回目ですね、最後。終わり良ければ全て良し、そんな気持ちで頑張っていきたい、レッツゴー。さあ来い、終わり、終わり良ければ黒玉を出していけない、しかし金玉、さあ金2枚以上抜こう、来い、オッケー。そしてすごいねこれ、ピックフォードとベルナルド・シューバーめっちゃ当たり。そしてじゃあ金3枚抜かせていただきますね、すいません。終わり良ければ全て良しということで、さあ行きましょう、ゴー。
おう、ベニテス、ありがとうございます。オッケー、ピックフォードもね、ベルナードシューバーもコスト27なので、まあ、黒玉レベルのコストではあるかなと思います。はい、じゃあちょっとですね、コスト合計だけ計算していきたいなと思います。はい、皆様大変お待たせいたしました。ということで、コインコスト合計発表したいと思います。でる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 。でん合計コスト283ということで、はい、結構いいとこまで行きましたね。うん、一発目からコインしっかりかましてきましたので、ということで選手枠を開けてありますので、このまま GP 行ってみたいと思います。さあリセットしていく、迷いもなくリセットしていくスタイル。さあ GP 行きましょう。一発目、オッケーオッケー。なんだかんだね、 GP しっかり貯められて毎週この企画ができてることに感謝しながら1回目行きましょう。レッツゴー。さあ来い、一発目から黒出してもいいんだよ。黒は出せず、さあ右の金玉から打ち抜いていくのは誰かというと、さあライトミッドフィルダーウォルコット、いいですね、テオウォルコット、スカイピースのテオくん結構好きですね。はい、そしてレオンデル・デントンゲル、シモン・ミニョレ選手、銀行格のミニョレさんですね。ウォルコットとか今作どうなんだろう、2019になってからあんま見なかった気がするけど、ドリブル決定力さすがのスピシュンですね。で、コンアン4で、おー、なるほど、コンカピンポイントクラスワンシュー持ちか、コンカとピンポイントクロスかなりいいですね。まあまあまあいいんじゃないかな。コインの方は銀3枚打ち抜いてスタートしたので、それよりはだいぶいいかなと思います。さあ行きましょう、2回目。いや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 、黒出せるかな、アリソンの差がでかい気はするけどね。ゴー。さあ2回目からのからのからの、ぐー、来ない、惜しいですけどね。オッケー、キング、さあ誰、レフトミッドフィルダー、おー、マルコス・アロンソ、そして僕の愛するユスプ・ボールセンで、マシュー・ライアンということで、マシュー・ライアン2018の時なんかもっといかつかった気がする。ちょっと待って、みんなね、待って、あの中高生すごく多いので、さすがにそういうことは触れられないかなと思います。はい、ありがとうございます。マルコス・アロンソはね、普通に優秀なので、持ってる方はぜひ使ってみてください。ということで3回目いきましょう。なるほどね、いや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 、なかなかやっぱ来ないですね黒、なかなかやっぱ来ないですね黒、うん、イングランドリーグは厳しめですからね。ゴー。うわー、待って、なった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 、なりましたみんな、なりました、先生なりました。はい、ということで、うわ、来たー、ケビン・デブライネかましていく、ありがとうございます、デブちゃん。そしてカラム・ウィルソン、ウィリー・ボリということで、ちょっとにやけちゃってるね、うん、NBA 選手とかにめっちゃいそう。はい、いやー来たね、雷、すごい、新年めちゃくちゃ雷来てんな。いやー素晴らしい、デブさん来ましたね。いやー、デブライネもいい選手ですよね。まあ最近見たので、まあここではそんな見なくてもいいかな。確か検証の時も出した気がするけど、今年僕デブライネにかなり愛されてるかもしれないですね。 OK、 3回終わりまして、なかなかいい数字叩き出してきてますね。はい、ということで、こっからはちょっとコスト隠していってみたいと思います。さあ4回目いきましょう。いやー、なんか緊張する、どっちが勝つんだろう、コインが勝つのかな、 GP が勝つのかな。さあ4回目、運命の4回目いきましょう。 GO。さあ来い、ここで黒出たら本物、黒が、さあ銀が来るのよ、ドラマ来るね、面白くなってくる。さあセンターミッドフィルダー、アーロン・ムーイということでね、いやあのね、この前の生放送でも言ったんですけど、2018の時はムーイめっちゃ横向いてて、横向いてるとか言ってたんですけど、完全にこっち見てますね。はい、そしてラシド・ゲザル選手、そしてベニク・アホービ選手ということで、ありがとうございます。いやこれね、一つ言っておきたい、めっちゃいい勝負してる、うん、デブライネが来たことによって、実は結構グッとね、勝利に GP が近づいたんですけど、今銀3枚打ち抜いたことによって結構ストップがかかって、最後の最後で決まる感ありますね。行きましょう、レッツゴー。さあ来い、いや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 、どうだろう、ここね、多分黒出したらさすがに GP 確定かな、で金だと本当わかんないって感じかな。行きましょう、レッツゴー。あー、そう、押せてなかった、またやってしまった、レッツゴー。さあ来い、どう、黒確定演出、うそ、ずれていく、いやドラマ来た、最後のドラマ、さあ来る、誰、コンパニー、晩餐コンパニー、最後の晩餐ですね。はい、そしてロジェル・アサレ、アレクサンドル・マンディーということで、はい、ありがとうございます。いや待って、でもわかんないかもこれ、ちょっと緊張してますね。ということで、じゃあコスト合計計算して最後結果発表いってみたいと思います。9、17、15、おお、コスト計算してまいりました。めちゃくちゃすごい戦いだった今回、なんとコイン283に対して GP276 でコインの勝利という形になります。いやー、これはすごい戦いだった。なんとですね、黒玉2回、そして雷を出したにもかかわらず GP が勝てないという結果になりましたね。はい、でなんとですね、そのコスト差7ということで、
まさかのコインが勝利という形になりましたね。勝因分けたのはコインの最後、ベルナルド・シューバとピックフォードの2枚抜き、あれがすごく大きかったですね。まあコスト27ということで実質黒玉にほぼ一緒なので、いやこれは本当にでかかった。そして通算成績2019になってから参戦しまして、コイン3勝 GP0 勝ということで、まさかのね今回もコインが勝ち続けてるという結果になりましたね。はい、で全体ランキング出していきたいなと思います。まあ3回なのでまだ6位までしかないんですけど、しっかり綺麗に分かれてますね。プレイヤー2ウォッチ、今回のイングリッシュリーグスターズ、ヤングスターということで、まあさすがにプレイヤー2ウォッチは超えられなかったんですけど、かなりいい勝負ができたので今回は神回確定かなと思います。ということで今回ですね、動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。